皆さん、こんにちは。北海道留学センター東江です。本日はですね、カナダ国内3都市にキャンパスがあります、ILSC という語学学校ですね。こちらの方の日本人マーケティングマネージャーをされてます、本間しおりさんに来ていただきまして、今回こちらの動画では、ILSC のバンクーバー校について簡単にお話しいただきたいというふうに思います。それではしおりさん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私の方からですね、本日バンクーバーについてと、あと ILSC があるバンクーバーキャンパスについてですね、ちょっと紹介していきたいと思います。はじめにですね、バンクーバーなんですけれども、カナダの中でも本当に自然の多い街っていうところで、緑がもう写真にあるようにですね、緑がたくさんありつつも、ちょっとダウンタウン寄りに行くと、高いビルがあってっていう感じの、なんですかね、都市と自然が混合してる、すごくバランスのいい街だと思います。あとちょっと行くとですね、サイエンスワールドとかっていうちょっとアクティビティ的なものも楽しめるような街になってるので、リラックスしながら勉強したい方だとか、あとは、やっぱりアクティビティが好きな方、ハイキングだとか、山も結構あるので、そういったハイキング行ったり、あとはちょっと散歩が好きとか、そういった方だと、勉強しながらもちょっとストレスとか 溜まってリラックスしたいなって思った時に、アクティビティとして何か運動したりとかして楽しめるような街だと思います。はい。で、学校についてなんですけれども、バンクーバー校ですね。1991年に ILSC で一番最初に、設立した、語学学校になり、あ、語学学校、ILSC のキャンパスになります。で、ダウンタウンの本当真ん中にあるので、ウォーターフロントステーションっていう、ダウンタウンメインの、駅からも歩いて3分ほどのところにあります。で、パシフィックセンターモールって言われる、大きなダウンタウンにあるモールも歩いて大体5分くらいで着くくらいの本当に近い距離にあるので、交通の便がすごくいいところに、立ってます。で、学生数なんですけれども、混み合う時期ですね。大体5月から8月の中旬頃の、春夏の時期だと800名ほど。で、空時期って大変なんですけども、11月から2月の、冬頃ですね。それくらいだと500名ほどになってます。で、平均年齢なんですけれども、年間を通して、去年のデータにはなるんですけども、だいたい25歳くらいっていう感じで、日本人の割合も、だいたい25%ほど。で、夏の混み合う時期だと30%超える、ちょっと超えるくらいかもっていう感じですね。はい。なので、ぜひですね、気になる方がいれば、ぜひバンクーバー校来ていただければと思います。あと、プログラム。バンクーバー校だけで、開講している、特別プログラムということで、もちろん、普通英語プログラムの開講はどのキャンパスもあるんですけども、特別プログラムというところで、まずはボランティアプログラムですね。普通の英語のプログラムと合わせて、ボランティアの経験もできるプログラムもありますし、あとは医療英語プログラムと言われる、医療関係者の方が結構、受講されたりだとか、あとは、ちょっとそういう医療関係の経験はないけれども、興味があるっていう方も結構受講される人気のコースなんですけども、それも開講しているので、はい、ぜひ気になる方いればですね、ILAC のバンクーバー校来ていただければと思います。では、こちらの動画ではですね、ILSC バンクーバー校につきまして、スタッフのしおりさんにご説明いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。